皆さんのね質問の中に一番多いのが甘くなりませんでしたとか臭いんですとかそういう質問がたくさん来るので、今日はね甘酒がなぜ甘くなるのかというですねところをねじっくり解説していきたいと思います。月品金で別品体質鈴木ひろみです。皆さん大好き甘酒ですね。甘酒ね、甘いものにもしょっぱいものにも何でも使える、お料理にも使えるしスイーツにも使える、本当万能なものだし、みんなに元気と綺麗をくれるね最強の食べる美容液だなと思うんですね。甘くなる秘密をねお話ししていこうと思うんですけど、麹作りのところからねお話しした方がこのメカニズムって分かりやすいので、麹菌たちがどうやって麹になっていくのかみたいなお話からねしていこうと思います。でこちらのねチャンネルはですね LINE 公式がありますので、お友達になっておいてください。これねお友達になっていただくと今日から使える麹レシピをプレゼントしております。はい、プレゼントするレシピは今までね7月麹レシピとか送ってもらってましたけど、今ねまとめてずっとレシピいっぱい、はい、見れるようになってますので、はい、お友達になっていただけたらと思います。でこちらのねチャンネルはね麹にまつわるいろんなお話してますので、ぜひ他の動画も見てみてください。じゃあ知ってますか、甘酒が甘くなる秘訣。分かってるようで、うん、分かってないんですよね嘘やん、分かってるよ何やねんって酵素とか酵母とか菌とか、うん、が関わってることは分かってるんですけど、 そうだね、そこがすごく難しいなって。そうなの、難しいんですよね、はい、そう、甘酒を作るときはもう麹になっているものをねご飯と水入れて甘酒にしていくじゃないですか。で甘酒の作り方っていうのはねいろいろ出しているので、まあ、そちら見ていただけたらと思うんですけど、まあ、不思議だよね。子供たちにも聞いたの、なんでさご飯とさお水とさ麹だけでさ甘くなると思うって聞いたのね、次女と三女に。そしたらなんでまさに言ってたんですよ。私たちやってるのって麹作りもあるし、麹を作った後の麹を使って調味料作りがあって、そしてそこからご飯作りがあって、そして食べるがあるっていうこの4パートに実は分かれていて、この4パートごとになんか菌とか酵素とかそういうことの関係性が実は変わってるんですよ。だからぐちゃぐちゃになっちゃうんです、はい、今日はそのあたりをちょっと分かりやすくメカニズムをお話ししていこうと思います。麹の作り方、菌が菌床を伸ばしながら麹になっていくんですけど、でその菌床ね菌たち伸びていくじゃない、あの伸びていく時に酵素を落としてるっていう、なので酵素が含まれたものが麹として出来上がってる、がその麹を使って甘酒を作っていくじゃない、なので酵素がいっぱい入ってる麹を使った方が甘くなりそうだよね。そう、だからその麹がどう作られていて麹にどのくらいの酵素が含まれているかっていうのが実は大事っていう、まあ、甘酒を作るとどのくらいその麹に酵素が含まれているかっていうのが一番、まあ、食べて分かりやすい、なので酵素っていうのが甘くなるためにはとても大事です。酵素ってねなんか菌とかとも一緒になったりとか酵母とかとも一緒になったりするから、なんか生き物なのかなって思うよね。まあでも酵素は生き物ではありません。はい、触媒とも呼ばれていて切ってくれるんです、カットしてくれる。ご飯って最初食べた時すごい甘いわけじゃないけど、噛んでもぐもぐしてたら甘くなっていくじゃない。あれって口の中にアミラーゼっていうね酵素があって、それが分解してくれるから甘く感じてくるんですよ。まあ、それが実際、まあ、酵素というのが麹に含まれていて、酵素が一番働く温度帯が、まあ、58度から60度っていうところなので、まあ、その温度に設定をしてあげて麹とご飯とお水があることで、まあ、酵素がしっかり多く含まれてるから、その麹のご飯だったり麦だったりと、あと一緒に入ってるご飯もちゃんと分解できる量の酵素がちゃんと含まれてるから甘くなるって感じ。酵素が分解できる量を超えてしまうとどうなりますか？逆に甘くなく感じるよね、ご飯が入ってたら。今のお伝えしている量を今増やしていくと、うん、どんどん甘くなるんじゃなくて、そう一旦どこかで切り替わるんですね。そうなんです。だからそこのバランスもすごく大事だったりするんですよね。そう、だから逆にその酵素量が少ないものだったらご飯入れないでやった方が甘く感じるものもあるかもしれない。ご飯入れた方が甘くなりますかみたいな質問って結構あったりするじゃん。でもそれは麹によります、そう、麹の酵素量によりますっていうところだったりするんだよね。まあでもこの
量って見えないし、まあ、麹買う時酵素量を教えてくださいみたいな難しいじゃないですか。だからそれは分からないから、まあ、いろんな麹買ってみて、ね、美味しい麹とかっていうのを選んでもらうといいよっていうのと、うん、あとその日本酒の酒造さんで麹売ってるじゃない、はい、そう、それはその日本酒作りのために作ってる麹だからプロテアーゼは少ないのね、うん、でもアミラーゼは多いのね。そうだからその用途によってその甘くなり方も違うから、日本酒の麹は甘くなりやすい。美味しい甘酒の時はその日本酒用の麹とかを使う、そうそうそう、うん、料理によっては違う麹を使うというのが、うん、なんか通の選び方ですね。そうそうそう、麹を自分で作れるとね、穀類もいろいろできて、で穀類のによって麹菌たちはすごくて、自分がこうフリフリされてさ、穀類にこうやってピトって落ちるじゃん、うん、そしたらさ、どこに落ちたかなって、うん、あの子たちは分かって、ね、なんか白米か玄米か麦かっていうのもちゃんと分かって、麦だったらタンパク質量が多いのね、麦自体の、だからタンパク質分解酵素をいっぱい出さないと自分に栄養が取り込めないじゃん、だからタンパク質分解酵素がいっぱい出る、そう、すごいでしょ、天才、うん、天才穀類を変えるとそういうことが起こるってこと、うん、そうそうそう、そうです、そうです。この前ひしおも豆と麦だったと思うので、あの子たちもきっと、うん、そうです、タンパク質分解酵素強いです。そう、強い強い強い、味も結構変わってきますよね。そうそうそう、まあでも難しいじゃない、なんかそれはそれでさ、だからそうですよ、これ理解するのに時間かかりましたよ。かかりました、私もそう、これね、ちゃんと説明してくれる人なかなかいなかったんで、そうそう、本当に麹を研究してる先生たちはあまりなんかそんなことにあんまり興味がないというか、そうですね、そうそう、うん、研究をされてる、そうそう、だから酵素量をどうしたら増やせるかみたいな研究してるの、この菌たちに何をしたら酵素量を多く出せるかみたいな研究とか、そう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 、なんかいろんな研究をされてたりするので、そう、効率的にっていうことがやっぱ企業から求められてるっていうところもあるから、そう、なかなかね、こう知りたいことが知れないっていう、そう、世界観なんですよね、この麹の世界もね、発酵の世界もね、そうかもしれないんですけど、そうなので、その酵素っていうのがすごく大事だよっていうことがね、分かっていただけるかなと思います。 まあ、でも基本的に麹菌たちはね、アミラーゼの方がね、分泌は得意なんですよ。アミラーゼ分泌量めちゃくちゃ多いですね、普通に多いので、そうだからやっぱり甘くなるっていうところが得意だから、温度帯が大事だったりとか、あと甘酒ね、出来上がったらすぐ粗熱取って冷蔵庫に入れてねっていう話するじゃないですか、まあ、それは本当なんか糖って菌たちのさ、めちゃくちゃさ、ごちそうだからごちそうだから、そう、菌たちがいっぱい来ちゃうのよ、まあ、開けた瞬間にウェーイみたいな感じで、そう、入る感じよね。冷やすと菌たちの活動は収まるので、だから常温じゃなくてすぐ急冷してねっていうところになります。はい、なのでぜひ皆さんも甘くするためには酵素たちがね、活躍してくれてんだなって、その酵素は麹菌たちが出してくれたやつなんだなって思いながらね、甘酒を作っていただくともっと甘くなるかもしれないよっていうところでね、はい、ぜひやってみていただけたらと思います。はい、では皆さん、今日のね、復習です。1個ね、クイズを出したいと思います。今日のお話の中で皆さん覚えてると思うんですけど、麹の酵素が一番活躍してくれる温度は何度から何度だったでしょうか。ドラムロールをお願いします。ドラムロールダン、はい、58度から60度でございます。皆さん覚えましたかということで、はい、甘酒を作るときはですね、その温度帯で作ってください。ヨーグルトメーカーがない方は、はい、タンブラーで作る作り方もね、はい、こちらではお伝えしておりますので、ライブ配信もあるので、はい、そちら見ていただいて、甘酒ね、ぜひ作ってみてください。もし甘くならなかったらコメント欄に質問で入れていただければと思います。ということで、今日は甘酒がなぜ甘くなるのかの秘密についてお話しさせていただきました。こちらのチャンネルではですね、毎週水曜日朝6時20分からね、一緒に作ろうのコーナーをやっております。はい、皆さんと一緒にね、朝からね、早いですけど何か作ることでね、はい、その後朝ごはん、ランチ、ね、お弁当とかに、ね、なったりするものだったり、あとは調味料作ったりアイス作ったりいろいろしてますので、ぜひよかったら一緒にね、作っていただければと思います。はい、そちらのね、メニューとかは
LINE 公式でお送りしてますので、お友達になっておいてください。はい、ということで今日も皆さんありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。またお次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。ひよりさん、質問が来てます。はい、こんにちは、はじめまして、うん、工事初心者ですが、ひよりさん、さゆさんが YouTube で学んでおります。うん、ありがとう。大葉の醤油麹漬けめちゃくちゃ美味しかったです。あー、よかった。家族からも好評でした。うん、夏場のランチにとっても良い、さっぱりで、うん、そうだね、爽やかで、醤油麹の甘みとマッチして、うん、海の定番化決定、リピしてます。ありがとう、嬉しい。質問なのですが、うん、麹生活2週間ほどですが、はい、ひろみさん、さよさんは旅行中の麹補給はいかがされてますか？麹補給ね。場所にもよりますか？うんうん、旅行中は外食オンリーなので、せっかく麹生活をしてリセット中なのにと思い、うん、思い切ってお尋ねしました、うん、動画が多くてまだ全て見切れてなくてダブってるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。あ、ありがとうございます。素敵なご質問ありがとうございます。はい、旅行 ね、皆さん本当旅行行ってると思うので、まあでもそれじゃあね、旅行行ってきたんだよね。何持ってたんだっけ？そうなんです、私はその時は、うん、自家製のお味噌のお店に行ったから、うん、まあ、本当は味噌玉を持っていこうって思ってたんですよ、うん、ただ持っていけなかったっていうところもあるんですけど甘酒だけ持ってきました。麹、うんうん、の甘酒をキューブに凍らせて、うん、水筒、うん、みたいなのを入れておくと、まあ、ちょっと溶けちゃうんですけど、うん、その日は美味しくいただける形ですね。うんうんうん、はい、そうだよね。なんか私も甘酒を持っていくことが多くて、うん、もう食事的にはまあね、お外で皆さんと食べたりとかっていうことが多いので、それは一緒に楽しんで食べるといいかなと思うので、うん、まあ、その合間の補給に甘酒を食べるみたいな感じでやることが多いですね。あとはなんか醤油麹もなんかちょっとちっちゃい瓶とかに入れて持って行っていただいて、なんか朝ごはんとかなんかビュッフェ的なやつでさ、ドレッシング嫌だなって思うから、醤油麹だけ連れて行って醤油麹にかけるとか、なんかちょっとそんな風にして使っていただくのもいいかなと思います。そうですね、醤油麹とかね、ちょっと常温になっても大丈夫です。甘酒もまあちょっとね進んじゃうけど、保冷剤入れて、ホテルに着いたら冷蔵庫入れていただくのはいただいた方がいいですけどっていう感じなんですけど、ちょっと常温の時間があってもそんなになんかその時間ですぐねダメになっちゃうとかは全然ないので、はい、ぜひ持ってってください。教えてください。教えてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。